ステージ制ポケモンスタジアム2からどうですかね、どこを詰めていくといいますか、まあそうですね、かなり結構こう、まあ、いわゆる王道というか、うんまあ、2キャラになってるんですけど、まあ、剣士キャラの、そうですね、まあ、スタンダード的な存在のクラウド、はい、玉キャラのスタンダード的なサムスですね。おっと強気な掴みから指導になりました、うんまあ、地上戦からやっぱり読み合いが最初始まりますね。そうですね、やっぱスパーが強気に前に出るのを読み切ってましたかね。ダブル選手も読み切っての、しかしこの掴みジャストシールドから、やはり矢浦選手が先手を取る形は変わらないのか、深くまでチャンスショットで押し切った、うまい、もう何がどうってもです。そうですね、矢浦選手のサムスには撃墜選択肢があまたあります。かいくぐりながらですが、わからない展開を作り出した。是が非でも取りたい、お互い空中しろ撃墜